塩谷ふぶきは陸上競技の元選手。現役引退後は短距離種目の全盲ランナーの伴走者として活動。新潟県出身。特定非営利活動法人、塩谷レクリエーションクラブ理事長、陸上クラブチーム AAC 北元代表、JPA 普及振興委員。陸上選手を現役引退後、2000年から2009年にかけて全盲ランナーの伴走者として活動。 当時、障害者が陸上競技を行う環境が整っていない中、視覚障害者を現状の公式大会に出場させるために、大会関係者への呼びかけを行い、伴走者用に一例に使用する7人決勝でのレースを実現。障害者のスポーツ環境整備、競技力強化を続け、パラリンピック入賞や国際大会でのメダル獲得などの実績を上げている。その様子は、 TBS テレビ、夢の扉にて取り上げられている。伴走者を引退してからは、パラリクレ連協会育成委員に所属し、指導者として活動。2012年ロンドンパラリンピックをはじめとした、国際大会で日本代表のコーチを担当し、強化選手たちと関わるようになる。現在は、次世代のパラアスリート育成の重要性を唱え、パラリクレ連普及振興委員に席を移している。 ありがとうございます。